お疲れ様でです。す。競輪いつきチャンネル、いつきです今日はね、えー、川崎競輪の方が決勝戦ということになっておりますので、川崎競輪決勝戦を楽しんでいきたいと。予想の方は、川崎と別府、富山に、多摩の4会場の方をね、メンバーシップで出しておりますので、 予想が知りたいなと思われた方はメンバーシップご登録をお待ちしております。その予想が当たってるのか外れてるのか知る方法、チャンネル登録をしていただきまして、通知ボタンをオンにしてください。そうしますとね、私が毎日当たったのか外れたのかご報告させていただきます。今日はね、昨日予告しておりました通り、33バンクのね、大穴の取り方ということをね、解説させていただきたいと思いますので、 話が長くなります。決勝戦を早く見たい方は、YouTube のね、えー、説明欄に目次って書いておりますので、その目次でね、えー、決勝戦のところをポシュッと押していただきまして、えー、決勝戦を素早く見てください。富山三々バンクということで、今開催されてるんですけれど、ここでね、まあ、大穴のね、えー、取り方ということがあるんですよ。三々バンクはね、特殊バンクということになっておりましてね、 ベップとかもね、結構特殊バンクなんですけれど、夏場と冬場でね、ガラリと趣が違うということで、またベップはね、冬になったら、ベップの穴の取り方っていうのをね、解説させていただきたいんですけれど、今日は33バンクということでね、33バンクの特徴っていうのは、直線が短い、ルーレットバンク、カンとかね、きついというね、まあ、この三つの要素があるわけですね。そして直線が短いので、先行したラインがそのままね、 ライン決着するということも多いんでえ、本命が多く出るんですけれど、それとね、裏返しまして、なんと大穴もね、出るということで、競輪史上最高の配当を叩き出しているのは、奈良バンクということで、三3なんですよね。本命か大穴かというところがね、結構あるのが、このね、三、ま、3、あ、バンクの特徴とえ。なぜそういうことが起こるのかということでね、考えていきますと、 二つのパターンがあります。まずはね、三三バンクっていうのは先手有利ということがありますんで、三つのラインがあった時に二つのラインが強烈にね、赤番前から。 叩き合ってしまって、ヘロヘロになります。最後残ってるラインが、ぴょこっとまくって、はい、大穴っていうのがね、一つ目のパターンです。二つ目のパターンは、カウントがきついんで、しっかりとね、コーナー踏める選手じゃないと、突きバテしてしまうということがあるんですよね。弱いマーク型が、先行選手、こちらの方をマークしていったとして、 こう直線までね、回ってくると、えー、番手の選手がバテバテになってしまってね、えー、先行選手がそのまま逃げ切って、番手の選手が箱さんになって、他の選手が突っ込んできて、築地違いで満車券というパターン。えー、あとはね、まくり屋をマークしていたんですけれども、えー、まくっていくときにね、コーナーに差し掛かっていったらね、直線はついていってるんですけれど、コーナーカウントがきついんで、あらーって言って消えていってしまうんですよ。ちぎれていってしまうというね。まあ、このふね、えー、特性があるんで、 まずは3分戦とか4分戦で叩き合いが激化される時っていうのは叩き合いに参加しない選手の頭から狙っていく。もしくは番手の選手が弱そうな時、非力な時、いつもだったら番手から狙っていくところを自力型から狙っていくという、ね、ことをしていただくと、 三3バンクっていうのは穴がね、えー、取りやすいということになりますんで、もちろんライン決着も多いんですけれど、穴が開いた時のパターン、今のことをちょっと頭の片隅に置いていただいて、三3バンクのレースを見ていただくと、あ、このレースを当てはまってるとかっていうのがね、見えてきますんで、えー、それの積み重ねが適中率アップということになります。 川崎競輪決勝なんですけれども、軽く、1968、4者結束ということでね、1番の佐々木がスタートを取って突っ張ってしまえば、9番の和田で決まりと、それをさせじと、2番の藤井と、3番の北鶴が、どういうふうにね、 地元ラインをね、粉砕していくのかというところがね、鍵になってくるのかなと思います。まあそうは言っても1番がね、スタートを取って突っ張ってしまえば9番でいけるだろうということでね、968.2倍の9216.1倍、ここのね、折り返しが私の本線集めで。 あとはね、3番の北鶴が突っ込んできたところ12.2倍、3級ですと7.8倍という、ね、ことになってきますんで、まあこのあたりかなというふうに考えてます。まあ大穴開いたときは3番の北鶴からですよね。山口富雄もね、 2着、3着に突っ込んできたときなんていうのがね、まあ、楽しいんじゃないかということになりますので、まあ、地元のね、えー、結束に対して他のラインがどういうサブリをかけていくのかすごく楽しみなレースになると思いますので、ね、早速確認しにいきましょう。スタートでです。す。番番はは福島の伏見利明です2番は三重坂口浩介 3番広島、大川隆二4番宮城、阿部隆之5番奈良の中井大輔6番徳島の三石康弘7番大阪、谷和也8番岡山、山根翔太9番岐阜の松岡敦也9番車の松岡敦也坂口との連携で中部勢です。 内から二番車の坂口、外を七番車の谷。最内枠から一番車の伏見も行きます。内から伏見が出まして、二番の坂口。七番谷が三番手。五番中井。三番車、大川引いて、四番の安倍孝行き上がっています。六番の。三井市に、八番車の山根に、最高峰から九番車。 松岡一周目これから間もなく四コーナーもあります最内枠から一番車福島の伏見俊明実力者の七十五期生一番伏見が前を取りまして二周目東北連携で宮城四番車安倍隆之がつけています三番手の位置に九番車岐阜の松岡敦也マークは二番車三重の坂口光介 中部の両名が3番手4番手中段ですそしてまくり先行機動力積極策持ち味の大阪奈良番社の谷和也が中段5番手から行きます近畿連携は5番社奈良の中井大輔今日は前を谷に預けています今シリーズは2層目3層目で勝ち星で勝利を掴んでいます中井大輔第3周回に入っています 後ろ7番手回りは8番車岡山の山根翔太その山根に託す3番車人気の中心は大川隆二ライン3番手回り6番の三石康弘で中四国勢が7番手からラインは3車になっています2センターを回りましてこれから4コーナーライン4つに分かれています前で構えた1番の伏見に4番の阿部がマークです9番の松岡3番手早くも警戒4分戦 七番の谷和也、中段から上がる。一旦九番車の松岡、中部勢が抑えて坂口マーク。一番伏見が三番手、七番の谷が中段五番手。中四国八番車の山根が踏み上げて、三番手から二番手。ジャンで一気にペースを上げていきます。ジャンすぎ先行は八番の山根。三番の大川に、六番の三井石、三番手中四国が一気って七番車。谷和也が追い上げて、現在四番手のアウト一コーナーもあります。先行八番の山根、三番の大川。 6番の三石が3番手9番車の松岡が牽制で4番手2番の坂口がいまして5番の中井が内々入って4番手から3番手逃げる8番の山根大川が2番手5番の中井が3番手の対戦まもなく4コーナーです内から2番の坂口あとは5番車が伸びてくるわずかに追い込んだか5番の中井内から2番車の坂口リプレイに変わっています前は8番の山根が逃げて3番車大川 内を突いたのが2番の坂口外に回った5番の中井最後のゴール勝負どうでしょうかサイドの横からのゴールスローに変わります懸命に外を踏み上げて5番の中井中井がわずかに届いたか内は2番車の坂口の体勢3番手で3番車大川隆二の模様です 1>, 1番は神奈川、佐々木真也です。2番、愛知の藤井雄吾。3番、福岡、北鶴翼。4番、佐賀の山口隆弘。5番、岐阜の山口富代。6番、神奈川、福田智也。7番、新潟、諸橋恵。8番、千葉、石毛勝幸。8番、千葉、石毛勝幸。 そして9番、神奈川、和田真久留、フウンダー、人気の中心は9番車、和田真久留です。9選手発送台を離れて、4番の山口、山口が行きます。1番、佐々木が2番手から、離れて3番手、2番の藤井、5番の山口がマークに回ります。6番の福田がいまして、3番車、北鶴は6番手から行きます。 7番の諸橋9番車、和田まくる最高方から8番の石毛地元応援隊席からも声援が飛んでいますファイナルの9名前で構えたのが3番車福岡の北鶴翼長距離砲を持ちます福岡の9 0 k の北鶴が前受け昨日準決勝は突っ張っての先行を取りました北鶴です。 初の G3 ファイナルは4番車、山口貴弘九州勢が前を取りまして先頭2番手です。3番手からが難関前回りは1番車、神奈川の佐々木慎也です。青森の G3 を制して今回も連続の G3 決勝に乗ってきました佐々木。番手を回る人気の中心は9番車、和田真久留です。そしてホーム6番車の福田智也、8番の石毛克幸、南関東4車で結束。 長い距離を踏みこなせる2番車藤自優吾、後ろ攻め7番手で第3周回です。マークは約8年ぶりの G3 決勝は5番のベテラン山口富美そして最高峰7番車新潟の諸橋恵平成27年の桜花賞優勝者の諸橋が最高峰で突っ込んでくるかバックから3コーナー残り2周半。 後ろ攻めから2番の藤井が上昇開始これを見ました南関勢1番車の佐々木以下4車2番の藤井が上がって現在中段南関が打ち外は中部残り2周回赤番です前は3番の北鶴前段から3番車北鶴が踏み上げる八重津パッター4番山口が2番手九州勢車間が空いて3番手1番車の佐々木慎也佐々木が3番手から踏み上げる打損入って6009番和田 6番番のの福田8番の石毛ですもう一度2番手の藤井が行って5番の山口中部勢が23番手上がった2番手の藤井が叩いて最終周回藤井優吾がいきます5番の山口離れながら2番手7番、諸橋が3番手だ切り替えた9番車和田が4番手6番の福田がいまして3番車北鶴厳しい逃げる2番の藤井5番の山口7番、諸橋。 外のコースから7番の諸八めぐみさらには6番車難関結束から差し足発揮ですリプレイに変わります逃げた2番の藤井5番の山口中部がいって7番諸橋さらにその外から6番地元の福田智也の差し足追い込んだ6番車の福田の足難関結束からホームバンク8 8 k の6番の福田智也 堂々と差しし切りました外に回ったのが9番、シャワダ内は7番のハ橋2番手コンセン、混戦一番どうなんでしょう、スタート取れなかったんでしょうか取らなかったんでしょうかということでまあ、微妙なね、前中段からなんですけれども。 しっかりとね、先行するつもりはね、あるんだなというところは見れるんですよね。ただどうしても本格的なね、先行ではないんで、やっぱりこう、トップスピードのかかりっていうのが悪かったのかなということでね、まあ、来たスルはすんなりと下げていくと、えー。ここでね、2番がもう一度行くんですよね。1番は全開に踏んでます。ただ2番がね、行ききるんですよね。今の調子はいいですよね。 山口富をさすがに口が開いてるということでね、なんとか追走していくんですけれども、これきついですよね。第2選考のような形で、9番が切り替えて3番がまくっていく。さあ、どうなるんだ地元バンキュースカーというところなんですけど、2番も垂れてくるんですよね。本来だったらモルハシ絶好というところなんですけれど、なんとね。 え中バンクと外バンクを使って地元勢が一気にね、現地豪合うということでね、え福田、嬉しい優勝ということにね、まあなったわけですよね。これはもうものの見事としか言いようがないですよね。うん、地元作戦がね、あまりうまくねえ、はまらなかった中、なんとかね、 福田がね、地元の面目をね、果たしたということで、まあ、2着ね、9番の和田でしたけれどということで、福田、おめでとうと。だね、連日の差し足を見てると、福田のね、かしめってなかなか買えないでしょう。ですからね、折り返しは必要なんですよ。ということで、今日はね、6レースから12レースまで川崎の方を予想しておりまして、意外と外しております。ただ、12レース、本戦集め、的中、2車単4点 3連単28点でね的中ということになっておりますので、まあ、これでね息を吹き返したと、そしてまあ、私のね得意な。富山。 今日はあまりね、後輩とは出ませんでしたけれども、9レース外れ、それでも8レース本線集め、折り返し4点、ここでね、2車単1230円的中、10レース1010 10円的中、ということに、ね、なってます。玉野の方はね、意外と2車単後輩とが的中してるんです。ということで、8レース7490円、11レース3370円と、まあ、 7社の、ね、レースで2社単、この金額っていうのはね、まあ十分じゃないかなというふうに考えております。次は G1 ということになりますので、気合を入れて予想でぶちかましていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次のレースでお会いしましょう。お待ちしております。